はい、じゃあそうしましたら、今日は、まあ、ドラムソロにも使えてフィルインにも使えるおすすめフレーズっていうのをちょっとやっていこうと思います。まずポイントが右手、左手、足、これを交互に叩くだけです。ゆっくりいきますね。右手、左手、足、右手、左手、足っていう感じ、こういう感じです。で、じゃあ3拍子っぽく1、2、3、1、2、3、はい、これだけです。で、まあ、これをスピードアップしていくんですけども、おすすめですね、叩く場所を変えてあげると結構かっこよくなります。もちろんこれだけでも速くなるとかっこよくなります。で、おすすめは白、青、味、これだけ、はい、この速さだとまあ、そんなに言うほどでも見てるところあると思うんですけど、だんだん速くしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、多分このくらいになってくるとまあまあそこそこなんかかっこよさが出るのかなと思います。で、今の速さを叩くにしてもあんまり実は疲れないんですね。 どうしてかっていうと、右手だけ見るとこのくらいです。左も同じ速さです。足もこれです。これをバラバラにしてるんで3倍に超えるんですね。はい。で、右手の場所を変えるともっといろんなバリエーションが出ます。例えば点を増やしたいと思ったら緑ですね。で、緑と、まあ、左手はそのままです。で、交互にすると。っていう風に使えます。で、フィルインとして使うとしたら、例えばフィルインも入りますし、これだけでもドラムソロになります。まあ、ゆっくりから進めて、